俺が俺にオンデマンめぐんです。レッドクリフ見た？でその中にあの将軍の役で中村獅童が出てたんですよ。ですごい強い将軍の役でかっこよかったんです。であることに俺は気づいた。まず目ん玉をひんむいてひげをブワーっとかいてで眉毛をグワッとこう逆立てれば誰でも怖い武将にすぐになれる。ピッ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 ピ